はい、こんにちは、秀樹です。本日は社会福祉士の給与明細を公開していきたいと思います。僕が社会福祉士というわけではなくて、連れの人で社会福祉士5年目の6年目かなの方がいるので、その方の給与明細をちょっと見せてもらう機会があったので、ちょっと見せてもらって、まあ、YouTube に公開していいよということで公開していきたいと思います。はい、まずはですね、まあ、5、6年目ですね。出勤日数が24日で、基本給が162,500円。まあ地方の病院だから安いっていうのもあるのかな。にしてもちょっと安い方の分類に入るかもしれませんね。で、免許手当、多分これが社会福祉士の免許なんですかね。これが5,000円で、住居手当、一人暮らししてるんで住居手当が10,000円で、通勤手当が、まあ確か10キロ圏内だったかな、その友達は10キロ圏内で通勤手当が3,600円で、満勤手当が10,000円で、総支給がトータル191,100円となってますね。で、いろいろ引かれて手取りが152,874円ですね。で、出勤時間が176時間。176時間ってことは、出勤の 24×、まあ、だいたい8時間出勤と考えると年は32で86192、1日8時間も出勤、8時間も働いてないっていう計算なんですね。ってことは、もしかすると土曜日は半日とか、半日しか働いてないっていうことなんですかね。176時間、うん、まあそこまで残業はしてないってことになりますよね。まあなんかコロナの影響で、あと国から補助が5万円かな、ちょっとなんかその正確な金額はちょっと聞くの忘れたんで、あまり正確な数字は言えないんですけど、確か5万円だったかな、5万円くらいもらったって言ってましたね。で、冬のボーナスもなんかちょっとね、その感染症の影響とかで、病院があまり経営がよろしくないということで、あまり期待できないんじゃないかなとは言ってましたね。社会福祉士、まあ、5、6年目で総支給20万いってないということで、なかなか厳しい感じですね。まあ冬のボーナスが 1.5 倍だったかな。まあ、そこをボーナスのことについてはあまり詳しく聞いてないので何とも言えないんですけど、多分ね 1.2 倍だと思いますね、基本給の 1.2 倍。うん、まあ地方の病院で、まあ、そんなに大きくないっていう病院なので、総支給20万いってないっていう感じですね。はい、また4分か。はい、最近ですね、自粛期間とかもあっていろいろお家で過ごす機会があったので、まあ久しぶりにね、あの韓国ドラマ見ようかなと思って、おすすめのところから愛の不時着っていうドラマをね見たんですけど、めちゃめちゃ感動して、まあ、最初ら辺はあまり、あ、なんかありきたりななんか内容かなって思ってて見てたんですけど、終盤になるにつれてどんどん感動して、もうね、鼻水を通り越して鼻血が出るほど、感動しましたね。あれはね、僕的に韓国ドラマの中で一番感動したかな。まあ、主人公のヒョンビンさんは、まあ前々から知ってて、あの雪の女王とか
シークレットガーデンとかで出ている俳優さんなんで、なんかね、老けましたね。老けてなおイケメンって感じで、もう本当に演技も上手くて、とてもいい仕上がりになってるんじゃないかなって思いますね。感動するんで、マジでおすすめですね。